中田虎吉は日本の民間人として初めて気球に乗って扶養した人物である。1877年秋、京都府知事、牧村正直の発案で、京都博覧会に友人気球を飛ばすことになり、京都府学務局の原田千之助は、当時理科学機械などを製作販売していた島津玄造に製作を依頼した。島津玄造は歯舞台に、こんにゃくや、 ダンマルゴムを塗布して、機密を保ち、国産の気球を完成させた。中田虎吉は、島津の工場の下請けをしていた、三崎吉兵衛の番頭で、当時18歳で、小柄な体格であったことから、チントラと呼ばれていた。その小柄計量を見込まれて、浮力が十分でなかった気球に乗ることを頼まれた。1877年12月6日、京都戦闘御所で行われた。 軽気球の土産は48,800枚の入場券を売り切り、未明から見物人が詰めかけた。無人の風船を費用させた後、午後2時頃寅吉を乗せた気球は20件余り扶養し、写真を撮影した後、引き下ろされた。寅吉は生きた心地がせず、ずっと念仏を唱えていたとする資料もある。その後、寅吉の代わりに人形を乗せて、 150件の高さまで浮上させ、1時間の後、気球は引き下ろされた。明治ニュース時点には1877年5月21日、日本海軍が制作した気球で、麻生日基地400件、浦野という人物が320件の浮揚をしたと報じた新聞記事と、浮揚した上院の談話の記事と、実験した2個の気球が1個は破裂し、1個は 作が切れ無人で飛び去り実験が失敗したことを報じる記事が収録されている。大正時代の石井剣道、明治事物起源によれば、その後、上原六四郎らの陸軍のグループが、軽気球の開発を行ったが、完成間近で西南戦争が終了し、実験は一旦延期され、1878年の6月10日の士官学校開校式で、 公開不要に成功したとしている。麻生ひつきちらの不要成功が巨峰であれば、中田虎吉が、軍人も含めた、日本人最初の気球飛行の成功者となる、明治ニュース辞典、明治ニュース辞典編纂委員会、毎日コミュニケーションズ出版部編集。ありがとうございます。